はい。こういうね、題名の動画がありました。なんだこれ。なんだ。石川スペシャルリスト、巨人原監督。まあ、石川遼、原辰徳やると出てくる動画なんですけどね。で、この中で、原君が今、バッティングの説明してんですけど、これゴルフの、ソフトさっていうのを説明してんですけど、原君の、そのアドバイスを聞かない石川遼がダメになっていったのは、ここで原君がいいアドバイスしてるんですけども、それを聞いてないんですね。でも、これ企画したプロデューサーも偉いなとは思ったんだけど、石川の弱点を知ってのことかなと思ったんだけどね。で、原はこの時ソフトにっていう表現してるんですけども、決してソフトじゃないんですよ。原のバッティングっていうのは強引なんですね。で、これがあまり割り箸折りって私は言ってんだけども、私はあえてそういう言い方もできるですね。プロ野球選手でもツアー選手でもないから、だから言ってあげられるんだけど、割り箸折りのインパクトをやればいいんだっつって、まさに原君がそれなんですね。割り箸だからってこうバチャーンと折ればまっすぐ飛ぶわけないね。だからそれをソフトにって原君が表現をこの動画でされています。ですから、これをちゃんと聞いたいって石川君がやってれば、先日の全英オープンでもちゃんと活躍できたんだとは思いますけどね。まあ、私のたらればみたいな話をこう聞いてもしょうがないんですけれども、聞かないですね、この子はね。だからダメなんですよ。ちゃんとね、もう我流じゃなくて、きちんとそういったことを学んでいけば、みんな助けてくれるのにね、と思いますけどね。はい、以上です。